お母さんが見つめる先にいるのが、先月31日に生まれたゴマフアザラシのオスの赤ちゃん。体長は70センチ、体重は30キロ。陸上での動きはまだちょっとぎこちなさが残ります。お母さんはコロン。ずっと見守られている赤ちゃんの体は白い毛で覆われています。あどけなさが残る、なんとも愛らしい表情です。そして飼育員と遊ぶのが、先月23日に生まれたこちらもオスの赤ちゃん。泳ぎはもうお手の物。見てください、この表情、なんとも言えません。この赤ちゃんは好奇心旺盛。水槽のガラスのこちらにいるカメラに興味津々です。先輩赤ちゃんの向かった先に後輩の赤ちゃん。ダブル出産は5年ぶりです。氷の上で、出産をするっていうのが、野生のゴマフアザラシ の特徴なので、生まれた時に周りと同化するように体がちょっと白っぽい毛に覆われているのが特徴ですね。先輩赤ちゃんはもう大人と同じような模様です。親も子供も含めて割と警戒心は強いタイプなんですけども、まだ子供のうちは何が怖いのかっていうのがわからないので、今日もカメラにかなり興味津々に寄ってきたりとか、今のうちの可愛い姿が見られる感じですね。一度親から話して、お魚を食べるっていう、練習をする期間にこれからなってくるので、タイミングが良ければ皆さんに見ていただけるかもしれないんですけども、そのあたりご了承いただければと思います。